お釈迦様の言葉の中に一切皆苦って言葉があるんですけれどもね、大学受験に失敗したとなるというとですね、そう簡単にはですね、これ踏ん切りはつかないかもしれませんね。でもこれはきっと仏様が僕に何か大切なことを気づかせるためにお与えくださったんだと考えてみてはどうかと思うんですよ。晴れの日は枝が伸びる、雨の日は根が伸びると、南蛮陀仏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 。皆様ようこそお参りくださいました。今日もさくらんぼの仏教部屋の始まりでございます。先ほどいただきましたこの言葉なんですけれども、これは実業家の、福島正信さんのお言葉なんですね。晴れの日もあれば雨の日だってあります。で、晴ればかり続いても雨ばかり続いても農作物は実りませんよね。雨自体はですね、もともと善でもなければ悪でもないんですね。いや、もちろんそんなことは分かってはいるんですけれども、私たちはついつい、ああこんな雨に降られてとかですね、悲しんでみたり、恵みの雨だとか言ってですね、喜んでみたりとか、自分の都合によってね、雨に良し悪しをつけて生きておりますよね。まあ雨からしましたらですね、なんて勝手なことを言うとるんやってね思われるかもしれませんですけれどもね、お釈迦様の言葉の中に一切皆苦って言葉があるんですけれどもね、まあそのまま字の通りに読みますと言うと、一切全てのことはみんな苦しみだっていうふうに取りますとですね、なんてこの、悲観的なお考え方だろうなんてね思われるかもしれませんですけどもね、いやそうじゃないんですよ。これはですね、思い通りにならないことを自分の思い通りにしようとするから苦しみになるんですよという、そういうお諭しなんですよね。全てのことは思い通りになるんだと勘違いしてみたり、思い通りにならないということでイライラして周りの人に当たり散らしてみたりだとか、そうしますというとね、逆に悪いことをこうね、引き込んでしまうことになりかねませんよね。私の大好きなボブ・マーリーというねミュージシャンがこう言っておりました。雨を感じられる人間もいるし、ただ濡れるだけのやつもいる。ああ、こういう言葉を言っておられましたね。そう、雨に降られましてですね、雨に降られたと嘆くよりも、どうせ濡れるんだったら雨を感じて雨を楽しんでみたらどうだい。ボブ・マーリーはそう言うんですね。自分にとって都合の悪い結果が出てしまったその時に、ちょっと痩せ我慢をしてですね、あ、このことは今自分にとってきっといいことなんだと考えてみてはどうでしょうか。ね、でもしかしですね、雨に降られるぐらいだったら濡れればいいだけなんですけれどもね。でもこれがいざ、今ちょうど春のシーズンです。大学受験に失敗したとなるというとですね、そう簡単にはですね、これ踏ん切りはつかないかもしれませんね。でもこれはきっと仏様が僕に何か大切なことを気づかせるためにお与えくださったんだと考えてみてはどうかと思うんですよ。もっともっと勉強してから合格した方がきっと君のためになるよとかですね、不合格って辛いよね、でもこれで人一倍人の痛みがわかる人間になれたねとかですね、それはもういくら努力してもですね、必ず思い通りになるということはこれは限りませんもんね。まあ受験で言えば、センター試験で断ずれを起こしてみたりだとかね、体調管理は万全だったにもかかわらず当日熱が出てしまったりだとかね、そんな時に自分の実力が出せない場合だってあると思うんですよね。まあ、よく言う言葉で努力はね裏切らないとか言いますけれども、必ず 100% いい結果が出るか、そうはなかなかいかないんですよね。思い通りにならないのが、まあこのシャバ世界なのかもしれませんね。ですから、それを思い通りにしようとすると苦しくなりますよ。ある程度織り込み済みで、それも受け入れながら生きていくというのが大事なことだよっておっしゃってるのかもしれませんね。またもう一つ、
で、自分の思い通りの結果が出たからといってそれが私の人生にとってもとってもいいことになるかというと、これもまた実はわからないことなんですよね。実は自分にとってもね、都合の悪い結果が出たけれども、そのおかげでね、とってもいい結果には恵まれたっていうことだってあると思うんですよね。たとえどんな結果が出たとしても、あ、これは今仏様が僕の人生をすべて見通した上で、今僕に一番いい結果をお与えくださったんだ。何万陀仏、何万陀仏といただいていくという、こういう仏様の物差しというのもですね、時には必要なんじゃないでしょうかね。どんな辛い時でも必ず仏様がご一緒してくださる。ね、うまいこと言って、ね、晴れの日には自分の枝をぐんぐん伸ばしていって新しいことにチャレンジすればいい。そして雨が降って、ね、辛い時にはですね、自分の心の根っこをしっかりと土の中に生やしていく。そしてしっかり反省して優しい人になっていく。こういうことも大切なことなんじゃないかと思うんですね。よくですね、イスラム教徒の方々がね、言う言葉の中にインシャラーって言葉があるんですね。で、もし神がそれを望むならばっていう言葉になるんですけどもね。ああ、広達也先生がよくね、お使いになる例えなんですけどもね。なんかこの向こうに、旅行に行きましてですね、明日の9時に、ここに車回してくださいねっていうふうにドライバーの方に頼みますね。そうしますと言うと、向こうのそのドライバーの方は、あ、分かりました、明日の9時ですね、インシャラーって言うんです。すると広先生はですね、なんか不安な気持ちになってくるんですね。本当に来るんだろうか。翌日になりますと言うと、案の定、ね、ドライバーの方は12時過ぎてからやってくる。ね、どうして遅れたんだと、ね、ちゃんと言ったじゃないか、ね、明日の9時に来るようにっていう。そしたらドライバーの人は言うんですね、君はそんなこと、あなたはそんなこと言うけれどもですね、そんな言う資格なんかないんだと、私はちゃんとインシャラって言ったじゃないか、ね、腹立ち紛れでもですね、その意味をちょっと聞いてみようと思ってね、聞いたらなんか原稿でも書けるかなと思って話を聞いてみたそうです。そのインシャラってどういう意味なんだと。いや、あれは神の御心だってことです。私は間違いなく9時に間に合うように朝起きて、ね、車を出そうと思ったんだ。しかしその時に家内がですね、この買い物ちょっとしてきてくれるって言ったん、ね、ということは神様はここ、私を買い物に行ってから行くというのが神の御心だったんだ。だからそれを終わらしてきて今の時間になったんだ。だからお前は俺に文句は言えないって、そういう言い方するんだそうです。あ、そうなのか、それがまあイスラム教の考え方なのかというふうに勉強したっていうんですね。これまた日本人はですね、なかなか受け入れがたい考え方だと思うんですね。もうそうですよね、もうその時間に来るためにはもう余裕を持って、なぜそういうアクシデントが起きることも理解してね、その15分前に来てないんだとかね、電車が止まるのをですね、もうちゃんと予期して前の日なぜ全泊していないのかとかですね、そうまで言って日本人というのは責められることがあると思うんですけれどもね。しかし向こうのそのね、激しい砂漠の世界ではですね、もう一旦砂嵐でも始まれば、もうこの車の塗装が半分、その砂嵐のね、吹きつけるところなんか塗装が剥げるぐらいの激しい砂嵐の中でね、時間に間に合わせるように行くなんていうことは無理なんですよね。そんな時にはもう無理していくよりもですね、これは神の御心なんだと言って今の状況を受け入れていくという、そういう習慣があるだと思うんですけれどもね。ですから日本人の場合はですね、時間に間に合わないでイラ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 、それも大切なことではあるんですけれどもね、一つぐっとね、飲み込んで、いや、これは神の御心なんだとかですね、これは仏様から与えられた、これはチャンスなんだ、きっと僕にとって今これは僕のためにこういうことを与えてくださったんだという仏様の物差しというものを持つと、もうちょっと私たちのこの生き方というのはね、余裕の持った生き方になるんじゃないかなと思うんですけれどもね。仏様と共に歩む人生、ね、全てのことが、いいことも悪いことも、私にとっていいことも悪いことも全て無駄なことはないんだと、ね、
自分に都合が良ければよかった。これを糧にしてどんどんとね、新たなことにチャレンジしよう。もし自分にとって都合の悪いことが起きたならば、これは僕にとって一番今何を気づかせようとしてくださっているのかな。それをね、考えてみる。そういうチャンスにしたらどうかなと思うんですね。実は私のですね、知り合いの息子さんなんですけれどもね、実は中学受験に失敗なさいましてね。で、今度ですね、実は高校受験も失敗をしたんですよ。それで3年後、大学受験にも失敗をしましてですね。そしたらもう1年頑張って浪人ということで、浪人してから新たにチャレンジしたんですけれども、これまた受験に失敗したということがあるんです。ねえ、まあ、これだけも失敗してですね、もうへこたれない。それでももう一回編入試験という手があるということでですね、編入試験をまあねえ、他の大学行きながら自分の本当の志望校を目指して勉強してたんですね。そうしますというと、今度の春にですね、見事ね、有名国立大学に合格することができたんですよね。ね、彼にとってはですね、この3度4度のね、この失敗というのはですね、決して無駄ではなかったと思うんですよ。ね、逆に言えば、トントン拍子でうまいこと言ったらですね、それが逆に当たり前と思うような人になったかもしれない。それによって出来の悪い人を見下げるような人になっていたかもしれないですよ。しかし、多くの、ね、人に言えないその挫折と、ね、悔し涙があるおかげでですね、誰よりも、ね、この得た喜びは、まあ、感無量のものでしょうしね。そして辛い人を見たら、あの人は今辛い思いをしているんだなという優しい心の持ち主にきっとなれたはずだと思うんですけれどもね。ですから、いいことも悪いことも、これはすべて如来様、仏様からのいただきものである、ね、そう受け入れていけばですね、良いことも悪いことも、ね、無駄なことなんて何にもないんだ、そのように思いますね。これはですね、眼科医さんに、のインスタグラムにですね、載っていた言葉なんですね。ちょうど今、桜の季節、もう終わってるところもあるかもしれませんけれどもね、春爛漫ですよね。でもこの詩に、ジーンときましたんでね、ちょっと読ませていただきます。輝いていることばかりが人生じゃない。桜の木だって花を咲かせている期間以外は、誰にも見向きもされないけど、決して休んでいるわけじゃない。ただじっと一生懸命に生きている。もしそのまま枯れゆくのだとしても、頑張って生きている。そんな風に私も生きたい。ねえ、まあ人のことでも桜でもそうですね。ああ綺麗だなあと言ってますけれども、その時期というのはほんの1週間か2週間ですよ。ねえ、その他の365日桜は何をしているかというと、ね、虫がつく時期もありますしね、ちょっとした枝を切りますとそこから腐ってしまったりとかいう結構大変な時期をずっと頑張っていて、そして春になって1週間2週間の花を咲かせるんですね。でも私たちはついついですね、その花の美しさに見とれてですね、ああいいな、桜はいいな、ああやって綺麗に咲くんだな、ああチューリップはいいよな、ね、ああダリアはいいよな、ね、いろんな花を見ながら羨ましい羨ましいと言いながらですね、ただただ雨に濡れてるだけなのかもしれませんね。本当はあの桜が、ね、花を咲かせていない時にどれだけ努力をしていたのか、そこに目をつけるというのが本当の、仏様の知恵ではないかなと思うんですけれどもね。ですから花を咲かせている人を見てですね、本当はどれだけ努力したんだろうか、そこまで見れる眼、仏様の教えを聞くことによってね、私たちは学んでいくことができればいいんじゃないでしょうかね。実は私事なんですけども、しばらくですね、 YouTube の動画をアップすることができませんでした。実はパソコンが壊れましてですね、もう大切なデータが全て吹っ飛んでしまったんですよ。もうこの1ヶ月ぐらいですね、もう放心状態でございました。でもその時に考えていたことはですね、あら、パソコン壊れて全部データ飛んでもたなって、
仏様は今僕に何を飲ませって言ってるんやろうなとですね、ぼんやり考えていた時期だったんですけれどもね。いかがでございましょうか。今日のお話は、晴れの日には枝が伸びる、雨の日には根が伸びるというお言葉を元にしまして、仏様の一切皆苦についてお味わいをさせていただきました、ね、お気に入りいただきましたらはグッドマーク、そしてまたこの話が聞きたいというのであればね、チャンネル登録をしていただきましたら必ず通知が行くようになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はこれにて失礼させていただきます。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。